ずは本番前の2日間ワークショップでファシリテーターを務めるミュージシャンへのトレーニングセッションが行われました。こちらがトレーニングを指導するベン・セラーズさん、そして東京交響楽団からはこちらの3名、川崎ジャズからはこちらの3名のミュージシャンが参加しました。楽器だけでなくタブレットなどのツールも活用します。 We have two aims for the session. The first one is to look at improvisation and helping people whatever their ability to be able to improvise. So, using body movement and mental imagining, different ways to access improvisation. AndThe second thing we're doing is talking about how to work with pupils with additional learning needs.一瞬で終わったなと思うような楽しい時間になると、いいなと、はい、いよいよ本番当日、会場でミュージシャンが演奏でお出迎え。ワークショップの始まりです。小グループに分かれてワークショップを行います。おおおめっちゃ上手。 For us to break down any barriers to music making, and instead of trying to fit the individual to the music, we're trying to fit the music to the individual and give everyone an equal role in the music.表現することって楽しいことなんだよっていうのをみんなに伝えられたらいいなと思ってます。この場所にいるのかっていうことを思い出させてくれる記憶になるかなと思いました。赤ちゃんが例えば泣きたい時に泣くみたいな感じの、もうわーってやりたい時はやるしっていう、その人間の一番原点みたいなところをなんかこう再確認できたというか、そこがまずそのふっとこう心が柔らかくなったかなっていうところがありました。立場関係なくこうみんな参加ができるというか、共有できるものなのかなっていうことを、ワークショップを通じて感じ取っていただけたらと思います。